皆さま、こんにちは。株式会社原田武雄国際戦略情報研究所代表取締役の原田武雄です。いつも大変ありがとうございます。この度、私どもの研究所からこれが表紙になりますけれども、世界通貨戦争後の支配者たち、ロスチャイルド家と黄金の国の密約、 という本をですね来年の1月の17日になりますけれども、えー、小学館の方からですね上司させていただくことになりましたこれはこの通りですねあの既に表紙ができてますので、えー、ちゃんとまあ出来上がりますよっていうことなんですけれども既にですね、えー、Amazon 等の、えー、まあ、書籍の販売サイトにおいては先行予約発売が始まっておりまして、えー、実にたくさんの方々がですねお買い求めお買い求めいただいていることはですね、えー、ランキングからわかりますがぜひですねまだお買い求めいただ ごい,いてない方は一度ですねそちらの方をご覧いただいて、えー、ご購入のクリックをしていただければなというふうに思います、えー、こちらの方ですね たくさん原稿を書いてしまって、編集者の方から、ですね、いや、ちょっと話が違うんですけどっていう,うに言われて、ですね、ちょっと削ったんですけども、お、ま、お、あ、よそは大体私が、えー、最初から考えていたラインになっています。えー、大きく分けて、ですね、えー、まあ4つですね、えー、構成としてあります。えー、1つは、皆様方、大変ご関心を持たれているです、ね、えー、最近は一番安全な資産だと言われている金が本当に、えー、まあ大丈夫なのかと、まあ、これはあの前回、ですね、小学館の方から出させていただきました、狙われた日課の金。 近海に続くテーマですけれどもそちらの方のの話を書きましたでその上で,です、ね、じゃあこれから先、世界をどういうふうに、まあ、国際金融資本を中心とした勢力がです、ね、しようとしているのか、まあ、これを、まあ、日本で,です、ね、こうやってじっとしててもしょうがないので、えーまあ、グローバル・エコノミック・シンポジウムというです、ねまあ、これはあのダボス会議と同じような感じなんですけれども、えーまあ、ドイツを中心として開かれているこちらの会議に、まあ、出席させていただいて、まあ、日本人はただ一人 だったんですけども、えー、その模様そこからですね一体何を読み取るべきなのか、ね、彼らがですね特にヨーロッパ パゼを中心としていて世界をどうしようとしているのかということについて書いてみました。で、三番目4番目はですね、ちょっとま経路は違う話なんですけれども、じゃあこれから先の世界何が動いていくのか、えー、特に日本はどういう立ち位置なのかという考える際に、日本のですね、科学技術の世界が一体どのように評価されてきたのか、それからこれから先どのように評価されるのかという点について書いてみました。よくあのまあ、こちらの本にはですね、えー、まあその旨まあ、はっきりと書いてないんですけれども、最近 最近私ども、セミナーでイーシアスクールというのがありますけれども、その場所でよく申し上げていることがあります。20世紀は東西です、ね、東西南北の東西と化け学の世界だったと。 それに対して、えー、これから21世紀はです、ね、南北と物理学の世界であると、すなわち物理学をちゃんと皆さん,、えー、ちゃんと勉強しましょうねと私も高校の時はにあんまり成績よくなかったですけどという話をよくするんですけれども、あのー、この中ではです、ね、日本が実は近代の物理学、あるいは現代の物理学に際してです、ね、最先端であったし、今もそうであると、これが、ね、実は最初の話の金の話につながってくるんだということを、えー、論証しております一体何なのかということなんですけれども、まあ、そういうふうにして日本人がです、ね、どんどん科学技術 技術を作ってくると当然ですねそれに対抗してヨーロッパ勢アメリカ勢も。 新しい技術というのを作ってくるそれによって日本を抑え込もうとしてくるわけですでそのことで,です、ね、最近何が起きているのか、えー、特にです、ねまあ、天変地異っというのは基本的に自然現象のように思われ,るけど思われますけれども実際にそうじゃないんじゃないかということを論証しておりますでその中でそうはいってもやっぱり日本なんじゃないかとなぜなのかと、えー、私たち日本人はです、ね、一人一人ちゃんと自信を持つべきではないかとでそのことをです、ね、実はあ、まあ、国際金融資本の、まあ、中心核であるです、ねえー、このロシアルドケム大昔から知て てたんじゃないかとこういうこと。これをですね。歴史の中で論争していくとこういうことがですね。全体を通したトーンとなっています。えー、ですので、まあ、ロッシアエルト家と黄金の国の密約って言うとですね。なんかロッシアの時、最初から日本がですね。つるんでるのかって、なんかそういう感じになりますけど、そうではなくて要するに我々がですね。大いなる脅威であるので、彼らとしてはですね。これから先日本がどういう風うに動くのか、それからどういう風うにして発言をしていくのかということについて、ものすごく関心があるし、ものすごくまあフォローしてるんだと。じゃあその。中 で私たちはです、ねまあ、今デフレだって言って騒いでてです、ね、何もしないんじゃなくてじゃあこれから私たち日本人はどういうふうに生きていけばいいのかということをです、ねまあ、前回の作品につながっているんですがキッ,クオフするキックオフするためのです、ね、作品として書いてみました。まあ、あの今回です、ね、この 世界通過戦争後の支配者たちということで1月の17日から、まあ、店頭では並びますけれども予約先行発売はすでに、えーまあ、インターネットの書籍サイトで、えーまあ、行われていますがこれと合わせてです、ね、1月の23日来年の1月の23日になりますが東京でをです、ねえーまあ、皮切りにいたしまして、えー、大阪、それから名古屋そして福岡で新刊記念講演会をまたです、ね、毎年のとおりですけれども行わさせていただければと思っています。であの東京 それから大阪ではです、ね、2部構成になってまして、1部目は、えーまあ、この本を中心としながらです、ね、今まで何が起きてきたのか、今何が論点なのか、まあ、これ金の話も中心にしながらということですけれども、私どもの考え方をお示ししたいと。ここれはです、ね、あのこちらのこれです、ね、本を この紙ペアじゃなくて、では、それに対してです、ね、第2部は来年になってからです、ね、リリースいたしますけれども、えー、まあ今年2010年の段階ではコンプレックスオポジトルムというです、ね、今年1年間を考える中期の予測分析シナリオを私どもの研究所からお出ししましたが来年もまたやります2011年の新しい予測分析シナリオをこの場で、えー、まあご説明することを前提にリリースをさせていただきます。 まあ詳しくはです、ねま、た別途、えー、ウェブでご案内をいたしますけれども、えー、その、えー、いわば解説ですね、こ、えーまあ、今年1年がどうなっていくのかということを、第2部のほうではご説明しますので、こちらの予測分析シナリオの新しいものですね、来年の1月中旬になると思いますが、からです、ね、リリースするものをお持ちである方は、えーまあ、ご入場いただけるという形で、2部構成で、まあ、これまで、今、そしてこれからということでやっていければなというふうに思っています。あの今です、ね、私どもの 研究所ではこちらのお申し込みのです、ね、この新刊記念講演会の申し込みの特設サイトというのがございましてこちらからです、ね、今すぐお申し込みできるようになっておりますのでまずはそちらからお申し込みいただいてでこちらのほうからです、ね、追って詳しいこと、まあ一体いつシナリオが、ね、どういう形で変えるのかということも含め,含めてです、ね、皆様方にご案内いたしますのでぜひまずはそちらのサイトからお申し込みいただければと思っております。あの人数絞っっててて、やろうと思ってまして、まあ、既にかなりの方々が、 えー、あのお申し込みあるんですけど、まだ若干です、ね、お席ございますので、今からです、ねまあ、早いもの順ですけれども、ぜひです、ね、お申し込みいただければなと思っております、で率直に言いますと、2011年はこ、ねえー、今年にもまして大変な年になると思います、もうすでに世界全体で経済成長がですね今年よりも低いということは、もういずれの期間いずれの、えー、シンクタンクも言っています、えー、その中で,です、ね、果たして日本がどういう立ち回りになっていくのか、このことについて、それから皆様方一人一人がです、ね、どういうふうに考えればいいのかということについて、 そして、どういうふうに行動すればいいのかということについてです、ね、この場で、ね、しっかりと考えていく、そういった機会に新館記念講演会をしたいと思っておりますので、こちらのです、ね、本と合わせて、えー、しっかりとです、ねえーまあ、携えながらです、ね、私どもの研究所と一緒に考えて行動していただければなというふうに思っている次第です。ということでございまして、皆様方、何卒よろしくお願いいたします。以上、原田武夫でした。